ハワイモンクアザラシは、ネコモクアザラシかモンクアザラシ属に分類される、汽脚類。別名太平洋モンクアザラシ。ハワイ語では、イデオホロアイカウワウワという、アメリカ合衆国固有種。ハワイ島で見られることもあり、ウェーク島、ジョンストン島、パルミラ干渉での発見例もある。体長オス210センチメートル、メス230センチメートル。 体重オス150から2 0 0ラム、メス250から2 7 0ラム。出産直後の幼獣は全身の毛衣が黒い。オスの成獣は全身の毛衣が褐色で不規則に反紋が入る個体もいる。幼獣やメスの成獣は変え毛直後は背面の毛衣が灰色、覆面の毛衣が泡灰色で、時間経過に伴い背面が褐色、覆面が 黄色みを帯びる。食性は動物食で、少なくとも沿岸域では魚類、甲殻類、軟体動物を食べる。繁殖形態は体制。12翌8月に茂みで1回に1頭の幼獣を隔年で産む。授乳期間は5から6週間。メスは生後5年で初産を迎える。寿命は30年。乱獲、人間による隔卵などにより、 生息数は激減した。また、生息数は減少していることに加えて、サメによる襲撃、漁業による混濁、産後礁破壊によるシガテラ中毒も生息数増加の妨げになっていると推定されている。2008年、ハワイ州の州哺乳動物に指定された。ありがとうございます。